日中の防衛当局が不足の事態を防ぐため緊急時に連絡を取り合う海上連絡メカニズムの運用開始に向け日本政府が実務者協議を来年1月にも開催したいと中国側に打診したことが分かりました海上連絡メカニズムについては実務者協議が2012年6月以降中断していますが先月北京で開かれた日中首脳会談で 早期のの運用開始に向け、事務レベルでで意思疎通を図ってていいくことで合意していましまた海上連絡メカニズムは尖閣諸島周辺での日中間の不足の事態を避けるため海上自衛隊と中国海軍が交信する際に言語や周波数を統一することやトップ同士がホットラインで連絡できる仕組みを作ることなどを盛り込んでいます。 協議は日本側から防衛省、海上自衛隊の幹部らが出席する予定で来年前半の運用開始を目指したい考えです。